遠方からようこそお越しくださいました。五代目近江連合会長の郷田仁と申します。桐生四代目の噂は金がねえ。ご丁寧な挨拶痛み入ります。東条会四代目桐生一馬です。堅苦しい挨拶を終わりにして近江連合の執行部を紹介しましょう。私の横におるんが総本部長の高島です。本部長をやった寺田の後任となります。よろしくお願いします。寺田の。ええ、寺田。いや、東条会五代目とは兄弟分でした。この度は誠に残念でした。次に。ちょっと待った。おい、そこのあんた、今何て言った？残念だと？何寝ぼけたこと言ってんだ。お前らがやったんだろうが。寺田を殺したのは確かに近江の系列です。ですが本家の命令ではありません。ふざけんな。そんな言い逃れが通用するか。ギャーギャー騒ぐなや兄ちゃん。ああ、ええか、こういう会合には格っちゅうもんがあるんや。兄ちゃんみたいな人間が来るとこちゃうんや。ええ、せやろ、東条の四代目藩。やめろ戦国、失礼だろ。すみません、こちらが無礼をいたしました。寺田の一件に関してはほんまに申し訳ない。上座からですがお詫び申し上げます。ちょっと待った、謝る必要なんてあらへん。もともと寺田はうちの人間やったんや。組織裏切った人間、夜行が二王がこっちの勝手でしてる。戦国、臭い芝居はやめろ。はぁ、あんたら全員本当に悪いと思ってんのか。ええ五田さんよ、あんた一年前寺田の背後で政治家の神宮とつるんで東条会乗っ取ろうとしたじゃねえか。知らねえとは言わせねえぞ。確かに、ですがあれは私や執行部の仕業ではありまへん。なんだと？今更何言ってんだ。桐生さん、堂島さん、郷田の口からは申し上げにくい話なので私の方から説明いたします。実は1年前の神宮との件は直参合流会会長が独断で行ったことなんです。何？龍二が。龍二をご存知でしたか？彼は親父の実子です。親の心こしらずとはこのことで、奴は近江の大門を使って勝手な行動を次々、寺田襲撃を実行したのも合流会によるものかと思います。では龍二が寺田殺しを命令したと？おそらくは。アホらしい、やっとらよ。戦国、まああとは勝手にやっとくんなり。寺田の公伝が必要やったら声かけてくださいや。10億でも20億でも用意しますさかい。ほな。桐生さん、これが近江連合の現状です。直参120、構成員35000、巨大になりすぎた組織を統制するのは至難の業です。五代目、この高島は和光で器量もある。寺田もそうやった。ですがね、今の戦国や龍二のように他の若い連中は言うことを聞かへん。豪田さん、桐生さん、寺田を失うたんは東条近江関係なく痛いことや。今こそ東と西の力を均衡させることで
争いの種を取り除きたいと私は思ってる。東と西のですか。そうです、キリュウさん、あんたならそれができる。ぜひ東条会を立て直してください。そのために近江連合の力が必要なら私は喜んで力になります。これは寺田から預かった書状です。あいつは合田会長との杯を願っていました。寺田、東条会としては寺田の願いに従い近江との五分の杯を望んでいます。受けていただけますか。お受けいたします。そうですか。ではすぐにでも東条会五代目代行の堂島弥生をこちらに向かわせます。いや、そうはいきまへん。今度はこちらから出向く番です。神室町へ行きましょう。はい、ありがとうございます。やっぱりあんた本物の堂島の竜やったんや。桐生は龍二、近江と東条が五分の杯やと。八二、いや九一の間違いとちゃうんか。お前何しに来た。お前は執行部の人間やない。ああ、何や。俺を覚えているだろう。知らん。お前に五年前はめられた堂島宗平の息子大吾だよ。知らん、ちゅうとるやろ。杯なんて関係ねえ。俺はお前に借りを返さなきゃならねえんだよ。雑魚なんぞ覚えてられるか。邪魔やねん。そこで寝とけ。どないする気や。やれ。何をする、どういうことや。お前、ここどこだと思ってんだ。何言うてまんねん。近江連合の本部だぞ。そないなことはわっとりまんが。わしらはクーデターを起こしに来とんのやから。なんだと。今は東条会さんにうちの親父と話させるわけにはいきませんねん。杯なんぞ交わしてしもたわしの計画がパーや。お前の狙いはやはり戦争なのか。そうや、西と東の大戦争、それこそがわしの狙いや。それとも一つ俺か。その通り、あんたの首や。我がその価値があるか試させてもらいますぜ。泣かすぞ、おら。